よし、よし。今回ですね、アメリカに渡りました菊池雄星選手の、オープン戦で、登板したということで、はい、いや素晴らしいんじゃないですか。素晴らしい、素晴らしい、嬉しいですよ。やっぱりあの153キロね、153キロしたということで、今の時期ってさ、はい、やっぱスピードがどのぐらい出るかとかさ、はい、まあそういう試しなんだよね、うん、全然やっぱり一流どころっていうのはまだ全然できてないからね、うん、まあまあ、うん、で抑えて当然という、はい、まあ、西作で、うん、が絡んで失点はしたけど、はい、まあ、そんなこと全く関係なく、うん、まあ、どういう組み立てができ、どのぐらい腕が振れるかっていうことから考えると、まあ、上々のスタートだよね。ただ、ローテーションにはまあ最初は入れ絶対入れていくと思うんですよね。まあ、そうですよね。ただ、投球間隔が、あの登板間隔が短いということ、中4日ということ、はい、中6日で投げてた人が中4日で投げなきゃいけない。だからここら辺の調整法っていうのも、だそういうコンディション的なことを乗り越えてほしいよね。投げれるのは投げれるよ、雄星は。あれだけのピッチャーだもん。ありますですよ。もうね、ムチみたいにしなってるから。あもう本当にピッチャーらしいピッチャーって思うもん。うん、だけど、今の主流っていうのは、はい、フォーシームの高めでファールを打たし、はい、変化球、大きなカーブで、はい、打ち取るっていうのがメジャーの主流なんだよね、はい、だからフォーシームに戻ってきてるわけよ、はい、菊池雄星のフォーシームってやっぱ綺麗なボールで来るからで、あれだけの速さが起こってるでしょ、はい、だから確実に通用するよ。あのこのボールとかそのマウンドとか、うん、よく硬いとかってよく言うじゃないですか、うん、バッチ行ったら、うん、その辺の影響ってもう慣れしかないってことですよね。まあ慣れしかないし、うん、もうそれをさ言い訳に言うんだったらもう行くなっていや、そう思うよ。もうさ、もう何人も何十人も行ってるわけだから、もうそこはもう言い訳聞かない。ボールが滑るとかさ、うん、もうね、死後だよ。そのぐらいにならないと。なるほど、うん、挑戦してるわけですからね。だってさ、日本に来て外国のピッチャーがさ、ボールがちょっとちっちゃいとか、ちょっと山が高いとか、文句言う聞いたことないでしょ。ないっすね。まあまあ、ないっすね。はい、ね、ないっすね。だからもうそういう時代だから、あもうどれに対してもこう対応していかなきゃいけない時代だから、だからそんなのもう言い訳として言わないよ、逆に選手も。でも対応は大変だと思うけどね。やっぱ乾燥してるから。そうっすよね。乾燥地帯が多いから、うん、そしたらやっぱこう手にしっくりくるというかさ、はい、なんかこうボールが滑るような感覚があって、うん、無駄にか肩に力が入って肩を痛めるっていうケースも出てくるかもわからないけども、でもボールはもう言い訳にならないという、うん、なるほどなるほど。でも昔なんか阪神に来た、うん、スケート外国人のグリーンウェイ選手、うん、すぐ来て神のお告げだって言ってすぐ帰りましたよ。まあ、お告げは聞いた。それはあるかも。お告げはしょうがない。お告げはしょうがないですよね。お告げはしょうがない。それはまあまあまあ、いや、見たかったっすけどね、もちろんなんかね。いや、でもお告げ来ちゃったからね。お告げ来ちゃったっていう。それ、何の話だよ、雄星が。いや、逆輸入パターン。あっちはあっち。そういうことが昔あったっていう。だから、まあ、雄星もお告げが来たら帰ってくれよ。そうですね。でもなんかインタビューではもう開口一番に楽しかったですって言ったみたいですよね。いやもうやっぱり自分の夢で行ったから、はい、そりゃ、ね、もう本当に楽しんでほしいし、雄星だったら絶対できるから、はい、それあれだけのピッチャーってなかなか出てこないから、はい、回した左ピッチャーだ。もう本当にピッチャーらしいピッチャーだ、はい、ムチみたいにしないもんなパチンパチン言わせるしこのムチでもう腕の振りなんかムチみたいにしないですね。まあ、自分らみたいにこの腕が短い人たちには分からないあれです。何一緒にしてる